ワイアットレインマシセンはアメリカ合衆国テキサス州コーパスクリスティ出身のプロ野球選手、ウトを右打ち、MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加所属。2012年の MLB ドラフト2巡目でピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。当時のポジションは保守だった。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグパイレーツでプロデビュー。 45試合に出場して打率、295、1本塁打、15打点、10盗塁を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーズ、A-9、ジェームズタウンジャマーズ、A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、3球団合計で48試合に出場して打率、228、15打点、2盗塁を記録した。 2014年より三塁手に転向した。この年は A 級ウエストバージニアでプレーし、103試合に出場して打率、283本塁打、42打点、6盗塁を記録した。2015年は A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、118試合に出場して打率、2634本塁打、34打点を記録した。 2016年も A 級ブレーデントンでプレーし36試合に出場して打率2961本類打、18打点を記録した2017年は A 級アルトゥーナカーブでプレーし114試合に出場して打率2725本類打、31打点3盗塁を記録した2018年は A 級アルトゥーナとトリプル A 級 インディアナポリス・インディアンスでプレーし、2球団合計で90試合に出場して打率、261、10本類打、48打点、3盗塁を記録した。オフの11月2日に、FA となった。2018年11月12日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2019年は、参加のルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスと、トリプル A 級リの A シズでプレーし、2球団合計で95試合に出場して打率。288、23本塁打、64打点、2投類を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、防ぐために40人枠入りした。2020年9月6日に、 メジャー初昇格を果たし、翌7日のサンフランシスコジャイアンツ戦にて5番3塁手で先発出場してメジャーデビュー。この年はメジャーで9試合に出場して打率222に本塁打、5打点を記録した。2021年5月12日にディフェとなった。2021年5月16日に金セントのトレードでタンパベレーズへ移籍した。 移籍後は、参カの AAA 級ダーラムブルズへ送られた。6月22日に、ワンダーフランコのメジャー昇格に伴い、ディエフェとなった。2021年6月24日に金セントのトレードで、シアトルマリナーズへ移籍した。移籍後は、参カの AAA 級タコマレーニアーズへ送られた。7月16日に、ライアンウェバーの加入に伴ってディエフェとなり、 21日にマイナー契約となった。8月27日に自由契約となった。2021年8月29日にジャイアンツとマイナー契約を結び、参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツへ配属された。ありがとうございます。